こんにちは。今ね、パークモンの近くにいます。こっちにセブンに来たことある人、ハイミシダイビセンターに潜りに来たときに、ここでピックアップしますね。パークモンのジョリビ。そこです。ジョリビ。覚えてますか？いつも7時半朝で迎えに行きますので、覚えてますか？この建物、これがバイホテルですね。できたばかりの建物。今は3時17分ですけど、全然トラフィックはないですね。お城もそんな混んでないですよ。私のドライバーです、リエちゃん。いつもパークモールに迎えに行く人ね、リエちゃんね。 I miss you park mall I miss you park mall Jollibee。 そこでいつもピックアップね。これからマッタの方に戻ります。やっとロックダウンしてから3月15日に、今5月26だから3、4、5、2ヶ月間、まあ11日ぐらいですよね。ああ、そうだね。それでもまだ道路はこんな感じです。そんなまだ混んでないです。普通はこの時間だったらもうすごい混んでますね。走ってる車はあるけど全然少ない。今マンダウェイの方にいます。まあロックダウンしてもう3ヶ月間近いので、周りの空気は全然綺麗ですね。そんな車のスモークとか煙とか全然綺麗。まあ もちろん今サマーだし、ちょっと暖かいですね。こんな感じです。これから橋のところに、今マンダウェイの方なんですけど、これからマッカーの方行きます。マッカー行く前にそのオールドブリッジに上がる、取るね、ラプラプに入る前にまたチェックポイントがあって、また聞かれます。どこ行きますかとか、何しに行きますかとか。こういうところはこの時間だったらもうすごい混んでますね。今は全然。ハイミスダイブセンターに来たことある人はこの橋は覚えてますか？この古いブリッジですね。これから上がるのは全然混んでないして混んでないです。これからマクタの方に行きます。あー、海だ海だ海だ。右側は海ですよ。トラフィックタウン。何ですか、のぼり。あっちも海ですよ。これからマッターの方行きます。かけたバタナとタンです。はい、ランゲタンにどこで。Ah, ini dia yang dia nak depan. Ima sebuah ni B
ビジネスは 50% ぐらいは戻ってますけど、でもやっぱり学校がないのでそれが大きいからそんな混んでないね。学校生産とか出てないので、正月からまあ大学まで全然まだダメみたいですね。今年はダメみたいですね。大学はもうインターネットだけで、オンラインの勉強だけでします。ほらチェックポイントがすごいいっぱいありますね。今はラポラポに入りましたから、マッカノに入りましたからすごいチェックされてます。ほらそこにミリタリーが、ポリスとかブラックイン聞かれてるから、はい、ストップストップ、ありがとう。チェックされたらこのライセンスみたいなパーミットを見せたら入れるけどね。もう一回チェックされたからもう多分もう OK って言われたね。さっきはすごいチェックされたけど、もう今はマクタンの方です。マクタンはちっちゃいので車少なくてもちょっと混んじゃいますね。まあ普通よりは全然違うけど、こんな感じです。また今度ね。